内明正氏ハゴライブハモニだ。イエーイ。チェイガー、チェイガー。あー、ドブンドブンヘヨということで、ライブなんですけど、ユマちゃんと会える時ってあんまりないじゃないですか。なので今回はユマちんにインタビューをねしたいなと思って、根掘り葉掘り聞いちゃおうと思うの。みんなもユマちんのこと知りたいでしょ。だから今から楽屋に突撃したいと思います。ほいほい。
説明はできないんだけど、そういうことできたらできるとか絶対素敵だろうなって思いました。え、急にギュッとかされたらもうドキッとしたんです。シュッ、もう借り切った。マジか。え、誰でも彼でもじゃないでしょ。好きな人ですよ、もちろん、うん、じゃ何もそんな風に思ってなかった人に、うん、これをされたら、え、逆にミヒはどんな感じですか。私ね、そうね、私結構お酒が大好きで知ってます。この間もバースデー配信も見てました。あ、嘘でしょ。またスパッチャ、ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと見てました。マジか。いや、お酒ね、飲まれちゃうんですけど、飲まれてるなと思い、1時間半ぐらいやってましたよね、あれね。はい、やってました。ずっとやってるなと思って見てました。しかもその前にゆまちんとね、このライブの打ち合わせで原口さんと飲んでたからね。心配ね、ちゃんと配信できてるかなと思ったらしっかり出来上がってやられてましたね。で、その酔っ払いな状態でも、うん、男性がこうお持ち帰りとかするんじゃなく、うんうん、ちゃんと介抱して真摯にやってくれた時に、素敵、私をなんかこうなった私を、無防備な私を、無防備だからってお持ち帰りしない感じに結構惹かれたりする。真摯、うん、真摯な人に。あ、それめちゃめちゃ分かりますね、はい、あ私はちょっとダメージが。見てたんだ。見てました。見てくれてシャンタシャンタがすいません。可愛かったですよ、本当に可愛かった。いやいや、そっか、はい、そういう好きとかにならない前にそういうことをされるとドキッとされる。そう、大事にちゃんと距離感を保って、それこそくれる人がいいかもしれないです。ほう、距離感、うん、毎日一緒にいようとかじゃなくて、あ、なんて言うんだろうな、こう急にベタベタされるとかじゃなくって、うん、私がこうちょっと急にじゃあタメ語で喋ってよとかいう方とかいるじゃないですか。いるいる。こっちがちょっとタメ語とかで喋れるようになってからちゃんと心を開いてくれたらいいんですけど、うん、無理やりこう、くれるっていうよりかは、うん、ちゃんと待って、あ、タイミングをこうゆっくり、あ、ゆまちんのペースをちゃんと見て、うん、接してくれる人、接してくれる人。あとはやっぱりなんかこう話を聞いてくれるのが一番ですね。あ、わかります。わかります。なんかもう興味ないっていうよりかは、うんうん、なんかうん、それでとか、うん、興味持ってもらえるとすごい好きになっちゃいます。ありがとうございます。いただきました。きっと皆さん喜んでると思います。はい、ということでね、もうあと40分後にはライブ本番に始まりますので、やば、はい、最後に一言お願いします。ミヒルームに出れてめっちゃ嬉しいです。これからもミヒルームも楽しみにしてますし、またぜひコラボとかできたら、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、サラヘヨ、サラヘヨ、サラヘヨ、ユマチン本当にコマオヨ、コマオヨ、韓国さんもすごい好きなので嬉しかった、うん、じゃあライブキムネジャ、キムネジャ、キムネジャ、頑張ろう、ケンチャだよ、ケンチャだよ、うん、よし、じゃあすいません、主催なので、はい、頑張ってください。ちょっと着替えもあるでしょうし、はい、綺麗なお花が、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。飲みすぎないでください。ごめんなさい。よかった、いい話聞けたね。あっちぐです。今日谷間が綺麗なんです。今日のためにおっぱい育乳しました。お、成果出てますね。ふっふっふっ、巨乳みひちゃん巨乳、巨乳になってます。여러분끝까지봐주셔서감사합니다。아유마짱너무귀여워요너무좋아구독과좋아요눌러주세요다음
도기대해주세요.